住之江シティナイターのダイナミック関東機、今年のルーキーシリーズの第3戦の競争、初日の競争、最終競争を迎えていまして、第12レースはメイン競争、ホーチドリーム、1、2、3の4、5、6、さあ、枠なりで船を進めてまいります。動きはなく、まず1号艇の木下翔太、ドリーム戦の人気の中心です。今日前半戦では3着、さあ、ここは陰線からしっかりと勝って、1着の活躍なるかで、その横には2号艇の塩田北斗、今日前半戦4着発進、3号艇の山田浩二と1、2、3、あと4号艇の小野達也、こちら今日前半戦5着発進で、5号艇の秋元悟がただ1人今日前半戦イン逃げで1着の活躍、そして6号艇で荒井翔吾は今日前半戦連絡みの2着発進で、さあホームスレッジがアウト勢動いていきます。スローはインコースからの1、2、3で、ダッシュはこれで4号艇からの4、5、6で、枠なりで3対3に分かれてまいります。最終競争、追い風は現在風速は2メートル前後緩やか、今大会のルーキーシリーズの注目レーサーの激突となっています。最終競争初日第12レースのホーチドリーム、残り10秒を切っています。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番、3対3の枠なり、2秒前、1秒前、今スタートしていきました。コースタートはインコース、2コースの1号艇、2号艇、ダッシュ勢の4号、6も出ていきますが、まず1マークは逃げる1号艇の木下をまくってくる4号艇の小野をブロックされて、刺して内から2号艇の塩田北斗で、あとは6番、5番、3番で、さあバックスレッジは差し抜けてまいりました。2号艇の塩田北斗、一定身で1号艇、人気の木下が2番手を追走、3番手、6号艇上がってくる新井翔吾で、あとは4号艇、後ろで3番と5番が並んでいます。なおスタートは正常でした。ランタンマークはトップで回る2号艇の塩田北斗、差し返して1号艇の木村ですが届かずで、後方3番手争いは6号艇の荒井翔吾で、上位が2対16でレーサー2周目へと入ります。先頭はうまく刺した2号艇の塩田北斗、2番手に1号艇の木下翔太、現在の3番手6号艇の荒井翔吾で2周目で出したマーク、トップ旋回で2号艇、2番手1号艇の懐合わせてくる6号艇ですが、ここはかわした1号艇の木下が2番手をキープ、3番手を6号艇の荒井翔吾で上位変わらず2対16、しかし今度はその後ろ一定身から2定身、4番手から4号艇の小野達也が接近で、さあ6号艇と4号艇の差が縮まって一定身で3番手争いになってまいりました。ラインタンマークは先頭2号艇、2番手1号艇、3番手6号艇の荒井が回った懐、4号艇の小野が攻めてきますが、ここは届くかどうかですが、6号艇の荒井翔吾、上位変わらずの2対16で、あとは4、3、5、前提が最終周回へと入ります。ラスト1周、先頭には2コースから刺した2号艇の塩田北斗、そして2番手は1号艇の木下翔太、3番手には6号艇の荒井が踏ん張っています。最後のバックスレッジと入ってまいりましたが、先頭2号艇、2番手は1号艇、3番手も6号艇で、上位が2対16、そしてまた水が空いて4号艇の小野達也、その後ろ水が空いて3号艇と5号艇両者がまだ競っています。最終のメイン競争のホーチドリーム、現在オッズ2連単ですが 10.2倍、3連単ですと 61.4倍となっていまして、最後の直線コースに入って見事メイン競争は刺した2号艇の塩田北斗で、2コースインコース6コースの組み合わせ、先頭2番ゴールイン、1番ゴールイン、6番ゴールイン、4番ゴールイン、3番5番がゴールイン、